旧吉松家住宅は宮崎県串間市にある建築物。母屋など各建築物は1919 19年に上等した。屋敷全体の構成が全て現存している点が評価され、2008年12月2日には重要文化財に指定された。戦国末期に秋月市長が福岡から高鍋藩に違法された際に付き従ったのが吉松市であるとされる。 幕末に、日向た島の庄屋であった吉松氏は、吉松拓蔵、吉松忠敬、吉松忠都の三代が、材木省などを営んで財を成した。吉松拓蔵は、母親戦争や、西南戦争に従軍し、初代福島村村長を務めた。吉松忠敬は、北方村村長や福島村村長、宮崎県会議員、衆議院議員であった。 吉松忠都氏は、福島町町長,長や宮崎県会議員であった。座敷部、居室部、大広間部、離れ部、台所部、奥座敷部からなる吉松家住宅の母屋は、吉松卓造が亡くなる直前の1919 19年に上等された。内蔵、物置、外風呂及び、外蔵も同年の上等である。1985年頃までは、 吉松家の邸宅として使用され、その後は空き家となっていた。2003年に串間市当局が吉松家から購入し、2004年2月17日には登録有形文化財に登録された。串間市は2007年4月9日に資料館として公開を開始し、2008年12月2日には重要文化財に指定された。 旧吉松家住宅の石塀と表門は、薩摩東部の渋市に至る渋市街道に面している。敷地面積は950坪である。木造一部2階建ての主屋は大規模な近代和風建築であり、随所に宣伝され対象が凝らされている。また、主屋に加えて内蔵、物置、外風呂、外蔵など、屋敷全体の構成がすべて現存している点も評価。 されている。母屋の廊下の窓ガラスは、職人の手仕事による板ガラスである。外壁の白壁とは、対照的に内装には黒壁が多用されており、シックかつモダンな雰囲気を醸し出している。廊下の梁には、長さ10メートルを超える一本材が用いられている。土間には炊事場や農機具が展示されており、水汲み用の井戸もある。基本的には、 近代和風建築であるが、応接館の窓枠や照明は洋風である。建物内では、工芸品の展示会、書道展、写真展などが開催されることもある。毎年3月には、吉松亭雛祭りが開催される。1921年から1922にかけて、鹿児島在住の画家、今井玉宝によって描かれた。旧吉松家の裏手にある、 あたごさんの竹林がモチーフになっており、味方全面に春の竹林の風景が描かれており、その中でスズメの遊ぶ姿が見られる。以下の建造物5棟及び土地が旧与島付住宅の名称で国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。